もうお母さん帰ってこないの？電気もガスも止まっちゃってお湯も沸かせられないね。ねえお父さん、お腹が空いたよ。お父さん、あの頃はカニばかり食べていたね。毎日のように10万円が入った封筒を持ち帰っていたね。お父さん、あれは自民党からもらったんだね。あの日、お父さんはどうして自民党に投票したの？